はい、はい、後半戦、はい、後半戦いきますね、はいはい、なんと震災の話がね結構たくさん来てましてですね、後半は震災特集、震災特集になってしまいましたね、うん、はい、まあ、こういうテーマ決めてやった方がいいですよ。そうですね、うん、はい、その方がね後々見やすい、うん、見やすいですね、うん、はい、いきますね、はい、ビンタロウ先生、アイムさん、こんにちは、はい、ヨロと申します、はい、弱い、90歳ということで知っておきます、うん、これですね、90歳になった前回ね、私のことをなんか若い、うん、あの女の子とかっていうことで闇で闇で書いたらいいね多分ヨロさん90歳ぐらいかなっていう話しちゃったんですよ、シクシクってなって、弱い90歳の90歳ということにしておきます、うん、はい、わかりました、はい、はい、UFO の報告読んでいただきありがとうございました、うん、3.11 の前日に不思議な夢を見たので聞いてください、うん、日頃夢をあまり見ない方なのですが、夢を見た時には不思議な夢だったりします。例えばスペースシャトルが回りながら落ちてくる初夢を見たり、回りながら落ちてくる、はい、1月28日チャレンジャー号爆発、阪神淡路大震災の数日前、私が高いビルのオフィスにいると、そのビルが揺れ出してだんだんと傾き窓から放り出される夢を見たり、夕暮れの大宮氷川神社の境内を 出口を探して歩いている自分の後ろ姿を見ていると、夢の中の私が振り返り何かに驚きぎょっとした顔、何かあるのかなと気をつけていたのですが、3日後に運転中によそ見をして前の車にお釜を掘ってしまい40衝突の事故、昨年2020年の1月の夢に前年に亡くなった幼なじみが夢に現れ、急に真剣な顔をすると、お前ちゃんと準備してあるかと聞いてくるのです。何の準備、私は何のことかわからなかったのですが、知らないというのがなんだか恥ずかしくて、してるしと嘘をつくと、ちゃんと用意しとけよというのです。すると、なぜか足元に大根がボトリと落ちてきて目が覚めました。この夢の2日後、ネットニュースの片隅に武漢の市場でコウモリから新型のウイルスに2人が感染という記事を見つけました、うん、そして大根ですが、すみません、話が脱線しました、うん、2011年3月11日の東日本大震災前日のことです、うん、久しぶりに会った同僚に最近地震雲は見てますかと聞かれたのですが、実はそれ以前から地震雲に興味があった私は雲をよく観察していたのですが、場所も日時も大きさも正確に分かるわけではないので意味がないと思い観察しなくなっていたのです。わあ、やめちゃったね、はい、最近あまり見てないんだよねと軽く返した。そんな夜、夢を見ました。夢の中の私がデスクに向かって何やら書いている姿を後ろから見ています。私はゆっくり近寄って横から書いているものを覗き込みました、うん、すると夢の中の私は何かの図面を引いているのです、次の瞬間私は夢の中で図面を書いている私になり、ややこしくてすみません、その図面を見ました。そこには三角形の板を3枚組み合わせたものと長い板、それにスプリングの図面が引かれていて、私は一目で意味が分かりました。安価にできる耐震補強の金具の図面、以前に耐震補強が安くできたら良いのにななんて考えたことがあったのですが、その図面だと思ったんです。そして目が覚め時計を見ると午前0時ジャスト、忘れないように自分宛にメールを打ってからまた寝ました。そして14時46分18秒あの忌まわしい東日本大震災が起きました。この話コメント欄にちょっとだけ書いたことがあります。ちなみに幼なじみの夢でボトリと足元に落ちてきた大根ですが、ずっと気になっていて、ネット情報で喘息に良いと聞き、喘息の咳がひどくて困っていた私はもしかしてと思い大根おろしを山盛り食べてみました、うん、治りはしませんでしたが炎症が治まり咳がほとんど出なくなりました。ああ、そうなんだ。ということですね。夢でね、予知をしてしまうんですかね。俺も大根嫌いだけど気管支が弱いのはそのせいかな。そうかな。じゃあ大根食べてみたらね、よくなるかもしれない。大根おろしは食べれるんですよ。大根おろし山盛り食べたんですってよ。山盛りでも食べれますよ。あ、じゃあ食べてみたら。大根おろしならばいいと思いますよ。豆腐と一緒ならばより一層すだちもかかってればより一層いいです。美味しそうですね。はい。それは食べる、大丈夫です。ぜひ食べてみてくださいね。徳島県民としてはすだちおちです。
育ち推しですね、うん、はい、ということでね、ヨロさんいろいろと不思議な夢を見られてますね。そうですね、はい、はい、ということで、前ね結婚したばかりの頃ね、はい、神さんが巣立ちなんか、はい、ほとんど食うところは何もないじゃないかっていうこと言われて、はい、ものすごい勘違いだということを僕が1時間ぐらいあたって説明しました。1時間も説明したんですか。あのすごい迷惑。味噌汁に入れても美味しいし、はい、ね、はい、魚にかければ風味があるし、はい、冷ややっこにかけたら美味しいなんてもんじゃないですよ、はい、何ですか。でカボスと同じかっていうと、はい、カボスよりうまい。ああ、なんか私全然区別つかないです。すだちとカボスとどっちでもいいやっていう。全然違います。違いますか。すだちはキュッとしてます。はい。キュッとして。はい。コンパクトにクッと。炭が詰まってます。はい、うん。あれがいいんですよ。いいですね。はい。いね、ということで、はい、すだちの話、あ、カボスでしたっけ。すだちです。すだちです。すだち推しの話になりました。すだちです。はい。ということで、ヨロさんどうもありがとうございました。はい、はい、次に行きますね。はい、はい、山口先生、アイムさん、こんにちはになってますよ。こんにちは。いろいろと素人のナミジです。ナミジさんはね、はい、あれですね、ラドンの、もうラドンのナミジさんで、ラドンのナミジさん、なんかラドン温泉で働いてるみたいですね。ラドン温泉じゃないですか。ラドン温泉いいですね。ね、はい、いつも楽しくお話を聞かせていただいております、うん、12月25日公開の押し入れの記憶のお話がとても興味深かったです、うん、山口先生がきっと似たような体験をしている人はたくさんいると思うとおっしゃられた時は、うん、ないないと思いましたが、うん、このお話をきっかけに思い出すかもしれないと続けられた瞬間に、あ、うん、そういえばあったと思い出してしまいました。おお、何ですか。はい、どっちかというと怖くて苦しい記憶だったので、うん、すっかりなかったことにしようとしていました。おお、はい、当時勤めていた会社の社員旅行での出来事です、うん、会社に行くだけでも面倒なのに仕事仲間と旅行なんか行くのやだなと泣きそうになりつつ、うん、老若男女乱れた謎旅行に参加しました、うん、謎旅行になっちゃう。社員旅行が、まあ、謎なんでしょうね。謎なん、確かに。でもね、嫌ですよね。何のための旅行だか分かんない。なんかね、そうそうそう、うん、気持ちよく分かりますね。そのくせ上司の部長がハイテンションでですね、はい、ね、です、何はしゃいでんだこの親父はとか。僕が入った頃、入社した頃までは、はい、社員旅行ありましたからね。あ、私もありましたよ、はい、30ぐらいまでありましたかね。社員旅行ね、ありましたよね。うん、で僕幹事もやらされましたよ。あ、そうですか、はい、幹事は、はい、でも僕が幹事やるとまたマニアックな、マニアックな、マニアックな、すごい緻密な、はいはい、緻密なスケジュールになります。あ、素晴らしいじゃないですか。そしたらもうね、うん、地震が起こってね、はい、伊勢神宮行ったら地震が起こって、はい、フェリーで渡ってバスに乗る予定だった。バスで、はい、あの名古屋まで行って新幹線でやる予定だったんですけど、はい、間に合わなくなっちゃってね、はい、それで、うん、何だったかな、あ、最後ね、はい、走って行って止めて、はい、あの発車しようとしてるね、はい、あの列車をね、妨害してましたよ。え、そうなんですか。うちの社員、うちの社員というか、あの、はい、あの僕が行った時のね、はい、二十数年前、まあ事故だから言いますけど、はい、で、あれでギリギリ最後全員乗れたんです。乗れたんですね。あ、すごい、いい働きしましたね。えらく油を絞られてましたけどね。止めた、あの、はい、止めた A さんは。そうですね。でも、グッドジョブですね。うん、はい。はい、ちょっと脱線してしまいましたね。はい。はい。場所は宮城県北部沿岸です。移動目的なら一人にしてほしいと思いつつ、上司の上機嫌な様子に仕方ないなぁとついつい最後まで付き合ってしまいました。あ、宴会がお開きとなり、自室へそれぞれ解散となりました、はいはい、若い女子社員が集められたのは和室の4人部屋でした、はい、どんちゃん騒ぎの後に深夜の女子トークなんて体力的に無理だと思ったので、敷かれていた布団をずるずると押し入れに引き込み、勝手に一人で眠ることにしました。お、押し入れの戸を閉めると、そこはそれで、それはそれで心地よい狭さ、暗さ、静けさです。お、時々安否を確かめるために誰かが戸を開けて話しかけてくるのですが、人と一緒にいた時間が長すぎてぐったりしていましたので、背中を向けて寝たふりをしていました。戸の外からはしばらくの間、予想通りの女子トーク会が開かれていましたが、そのうち静かになりました。どれくらい経ったのか分かりませんが、眩しくて目が覚めました。ああ、やだな、普通の感じじゃないなと思いつつ、ノロノロ目を開けると、押し入れの中がオレンジ色の光でいっぱいになっていました。
結構な明るさだったので眩しくて目を閉じました。お尻小僧じゃないですか。お尻小僧ですか。オレンジ色の光でいっぱい、うん、はい、目を閉じました、うん、なんだろうなこれ、なんだろうなと考えていると、バーンバーンと何回か爆発音が聞こえました。爆発音、はい、あ、爆発してる、これ炎だわと思いました、うん、すると次々に恐ろしい光景が頭に入ってきました、うん、イメージしたというより映像を見せられている状態です、うん、うわー、なんだこれ、一体火の海じゃん、どこだろうここ、空が赤黒いな、夜だな、うん、炎が広がっていく、うん、なんだあれ、火柱かな、怖いな、うん、やだな、そんな目の前が燃え盛る炎な状態から目を背けることも逃げることもできません、うん、怖いな、やだな、なんでこんな目に遭ってるんだっけ、なんか稲川淳二的になってきました。怖いな、やだなって、それ意識して書いてますかね、波地さん。波地さん、そんな意識しますか。してますかね、うん、はい、ここどこだっけという考えがぐるぐると頭を回っています、うん、しばらくもがいていて、そういえば自分は押し入れで寝てたと思い出すと、やっと炎は遠くに感じられるようになり、火災を遠くから眺めているような映像になりました。暑さは全く感じません。ただゴーゴーと鳴り響く恐ろしい音と燃え上がる炎を感じていました。目閉じろ目閉じろと何回も念じました。そのうちにふっと現実の暗さを感じて、いつの間にか寝入ってしまいました。翌朝は明るいトーンの女子トークで目を覚ましました。みんなご機嫌さんでしたが、自分はもう社員旅行どころじゃありませんでした。この場所から場所かごめんなさい、この場所から一刻も早く離れたい、もうしばらく近づきたくないと思いました。時は流れて、こんな体験をしたことも私の中ではなかったことになっていたのですが、その土地に近づくことはやはりなんとなく気が引けてしまい、訪れることはありませんでした。そしてあの体験の意味付けができたのは 3.11 後です。なるほど、はい、電気が復旧し、テレビで各地の被害の映像が流れているのを見て絶句しました、あのホテルのあったあたり一面が火の海となっていました。よく知った場所だっただけに、そのニュース映像はあまりに生々しくて、状況は悲惨を極めており、とても文字で表現しきれるものではありません。押し入れで体験した暗闇、黒煙、爆発音、火柱、豪華、それが現実のものとして報道されていました、押し寄せて全てを飲み込んでいく炎、あの夜私が夢うつつで見た炎が街を焼き尽くしていました、絶対に再現してほしくない光景でした。なるほど。呆然というより悲惨すぎて感覚が麻痺してしまった心で、このことだと感じていました、押し入れの体験から実に10年ほどの年月が過ぎていました、予知夢の部類に入るのかもしれませんが、自分の場合は身近な人の死に際だけを夢で見てきたので、あれが現実とつながったと考えるには少し抵抗がありました、でも今回の動画を拝見して、やはりありえるのだなと思いました。山口先生、未来はいつから用意されているものなのでしょうね。もしも未来が用意されているのなら、現象をなぞるだけの今に何の意味があるのでしょうね。あんな未来になると分かっていたのなら、避けて通る術を知りたかったです。何を学べというのか、何を知れというのか、凡人の私にはさっぱり分かりません、押し入れで眠ることはもうしませんが、きっと押し入れには何かがあります。体内に似ているからでしょうかね。うん、かもしれないですね。ということですね。体内回帰願望がね。はい。なるほど。この上にあった30円が20円になってるんですけど、はい、10円知りませんか。知りませんよ。何ですか、それは。社員 S が盗んだんです。何ですか。はい。ということでね、押し入れの中で恐ろしい夢を、恐ろしい予知夢ですかね。予知夢ですね。夢ですね。でも未来は ね、変えれるんですよ。はい。はい、行動次第で変わりますからね。行動次第ですね。いろんな無限の可能性がありますから、はい、良い夢をチョイスしていく。はい。だから、もう一瞬一瞬違っていってますから、はい、みんなその良い夢をスキップして選んでいけばいいんです。はい、なるほどね。はい。そうすると気がついた良い世界に住んでるんですよね。はい。ということですね。はい。はい、どうも、なみじさんありがとうございました。ありがとうございます。はい、次がですね、はい、はい、山口敏太郎先生、アイムさん、スタッフの皆様こんにちは。
先日は早速アトラスラジオのステッカーをお送りくださいましてありがとうございます。はい、アイムさんのお心も伝わってきてあまりの嬉しさに感動で涙で前が見えません、うん、嘘です、うん、あらら嘘なんですか、ね、そんなに感動していただけてと思ってたのに ね、 ねはい、ですね、震災の怖い話ではありませんが、うん、東日本大震災のちょうど1週間前の夜、お仕事が終わって職場の庭で夜空を眺めていると、うん、いつもの感じの人工衛星みたいな光が立て続けに東の方へ向かったり東の方へに現れたりしておりました。へ、今日はやけに東の方ばかりに出るな、東方見聞録などと冗談を言っていたりしておりました、うん、ということでね、こんな冗談を言っているのはね誰かなと思ったらベントラ藤見野さんです。藤見野さん、はい、はい、ですね、東京方面の空を見ると旅客機が通常の航路をこちらに向かって進んできていました、うん、空も結構混んでいて旅客機が次から次へとやってきていたのですが、うん、ちょうど旅客機が途切れて何も飛んでいないタイミングで突然目の前東京方面の空にメラメラーっと虹の玉が現れたのです。その現れ方も不思議で中心の一点からふわっと膨らむような感じでした。最初打ち上げ花火かと思ったのですがその消え方で違うと分かりました、うん、現れてすぐに消えたのですが消える時はなんと光が今度は中心に向かって吸収されるように消えたのです。あ、なるほど、まるで SF 映画のようでした、うん、ちなみに大きさは目視でパチンコ玉くらいに見えました、うん、今日はすごいものを見せてもらったなぁと思いましたが、もし私に UFO なりを見せてくださる場合、遠くても頭上の方だったりで街の上に現れることはまずないと思われるため、なんだろうとは思っておりました。おいおい、そしてとうとうあの震災がやってきてしまったのですが、うん、それからほどなくしてたまたまある書籍を読んだのですが、その書籍の中でペトル・ホボットという方が地球にある宇宙人の基地へ行った時、うん、虹のボールを見たと言っておられました、うん、虹のボールには波動調節のような働きがあるようなことが書かれていました、うん、ということは私が震災の1週間前に見た虹の玉は東京あたりの波動調節か何かをしているところだったのかもしれません。なるほどね。そう言われてみると震災の時東京あたりでは物理的にも大した被害がなかったように思います、うん、ちなみに震災当日の夜に被災地を意識した祈りをしておりましたら被害者の方なのか取り乱して何かを訴えている主婦の方やニコニコと普通にしている子供さんや礼儀正しく丁寧にお辞儀をしてくださるご老人など様々な方の姿が脳裏に浮かびました。例えるならば今でいうリモート会議のような感じでしょうか、うん、背景の映像はそれぞれの方の生活の場のようでした、うん、やはり意識をすると距離や時間は関係なく即つながってしまうのかもしれませんね。なるほどね。あ、一応私はいわゆる能力者とかではありません、うん、ということですね。なるほど、はい、なんでしょうね、不思議な、なんかね、いろいろとね不思議なことを見る方いらっしゃいますね、虹色の玉って何ですかね。何ですかね、虹色の玉。虹色ボールって気になりますね。気になりますね、はい、これ波動調整してくれたから、はい、首都圏の地震が連動して起こんなかったんですかね、はい、起こんなかったですかね、うん、はい、ということで、ね、謎見えてる話ですね。はい、ベントラ藤見野さんどうもありがとうございました、うん、ありがとうございます。はい、どんどんいきますよ。はい、はい、次がですね、うん、山口敏太郎様、アイム様、タートルカンパニーの皆様、お疲れ様です。はい、マモです。マモさん。年末恒例、ビートたけしの知らないニュース、超常現象 X ファイル、うん、狭間きなこ様ご出演、笑い。うん、きなこ様。きなこ出てない。ということですね。で、配信可能ならお願いしますということでですね、あの絵を送ってくださいましてですね。なるほど。こういう絵ですね。うまいね。ね。ねきなこ目がどんばりになってますね、はい、こんな感じ、こんな感じということで、ね、ちょっとカラーで補佐官にあげてもらいましょう ね、はい、きなこはよく似てます ね、よく似てますね。はい、ということで、ね、いつもね素敵な、ね、絵を送っていただきましてありがとうございます、はい、マモさんでした。はい、はい、ね、お時間が、ね、まだ大丈夫、まだ大丈夫ですか、時間かかってますか。はい、はい、次がですね、はい、タイトルがですね、うん、あることでしょうかねというタイトルになっています。あることでしょうか、ね、はい、山口敏太郎先生、アイムさん、タートルカンパニーの皆さんこんばんは、うん、はい、アトラスラジオいつも就寝前に楽しく拝聴させていただいております。就寝前に聞いてる人多いですね。多いですね。
はい、ね、アイムさんのそのまま寝落ちしてくれたら一番嬉しいなんです。広告いっぱい入れるからですか。広告いっぱい後ろに入れてますから皆さん、はい、ね、寝落ちしてそのまま流しっぱなしにしてください。そうですね、はい、ね、アイムさんの単調な音読が好きです。はい、単調な音読で寝落ちしてください。単調な音読。はい、私は広島在住の50歳主婦でブルー月光と申します。ブルー月光さん、はい、はい、皆さんの不思議体験を聞いていて私もどこかに残したいと思い勇気を出してアトラスラジオにお手紙を書いています。うん、ラジオにお手紙を出すなどということは半世紀、人生で初体験です。アイムさんに読んでもらえたらとても幸いです。はい、では私が単調にお読みいたしますよ。最初にお伝えしておきたいのですが、私には霊感は全くありませんし、普段は現実現物派で見えないものは信じないわけではないですが、ないに等しいと思っています。ですが自分の体験で不思議だと思っていることが何回かあります。 UFO を見たのが3回、予知が1回、虫の知らせが1回、オーラが見えたのが1回、声が聞けたのが3回、黒い影を見たのが1回、霊かなと思ったのが1回、誰かなと思ったのが1回あります。すごいですね、全部感情していますね。素晴らしいですね。はい、そんなにいつも不思議な体験をしているわけではなく、その程度です。その中で2つほど本当に不思議だと感じたことがあります。1つ目は金縛りにあった時の出来事。高校生の頃から金縛りがひどく、大人になるにつれて何回は、減っていたのですが、ある時期21か22歳頃だったと思うんですが、毎日金縛りにあって本当にしんどい時期がありました。金縛りを解くのにはしっかり目を覚まさないとならないですよね。覚めるまでは何度も怖さが襲ってくるので、近所の神社で交通安全のお守りを買ってベッドにつけて南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と唱えていました。なんか神社のお守りをつけて、はい、お経を唱えるんですか。そうですね、はい、なんか割と仏教と神道どっちかにそれしてくれたらいいです。しかもですね、交通安全のお守りを買ってベッドにつけているそうですよ。なるほど、はい、お分かりになると思いますが、宗教にも興味なくよく分かっておりません。また金縛りだと思ったある日、何日か続いていたので疲れていました。もう怖いけどこのまま寝てしまおうと思い、金縛りになっているのは分かっていたのですが、目を覚ますという行為をしませんでした。すると足元の方のベッドの横に白い煙のようなものがふわりと湧き上がってきて、一人のブルーのポロシャツを着た男性が立っていました。その男性は笑みを浮かべて私を見ていました。私はまだ金縛りにあっていて、自分が目を閉じて寝ていることも分かっているのに、そう感じたというか見えたのです。ですが目を覚まそうとか怖いとかとは思いませんでした。誰だろう、知らない人だと思ってそっと目を開けたら男性は消えていました。いつものような恐怖は全くなく、穏やかな気持ちでした。それ以後、恐怖と思わなかったせいか、あまり金縛りに合わなくなりました。そして時は経ち、結婚20年目の頃だと思います。いつものように台所で炊事をしていて、ふと前を見たら、あの時の男性が立っていました。あら、この人知ってるわと思い、お父さん、出会う前に私の家に来た？と聞いたら、そんなわけないわと笑いました。その男性とは夫とそっくりだったのです。夫と出会ったのは金縛りの出来事の 1,2 年後です。出会った時も結婚してからもそれに気づかなかったのです。とても不思議な体験でした。あることでしょうかね。はい、2つ目は夫の実家に荷物を取りに行った時のことで、夫の部屋で探し物をしていましたら、急に天井に黒い渦のようなものが現れて、人の声のようなざわざわした物音が聞こえました。渦、はい、なんだろう、たくさん人がおるような感じがする、隣の家から聞こえるのかと思っていたら、いきなりこらと声がはっきり聞こえたんです。男性です。叱られたような感じでした。ハッとした瞬間、黒い渦もざわめきも消えました。あれは何だったんだろう。恐怖はありませんでした。ただいくつかした不思議体験は、その時には全く恐怖を感じません。後からじわじわ湧いてくる感じです。あることでしょうかね。この2つが不思議でたまらないなと思っていた出来事です。長くなりまして申し訳ありません。これからもアトラスラジオを楽しみにしています。ということで、ブルー月光さんですね。はい、はい、はい、
何でしょうね、渦が家の中に現れたり、ね、何ですかね、するんですか、あ、空間ですかね。ね、さっきもなんか、ほら、プレデターみたいに空間が歪んだとか、うん、そういうことって、うん、ね、空間が、うん、なんかそういうことってあるんですかね。まあ、そのまま吸い込まれたりすると、行方不明者、はい。吸い込まれちゃったら。ということになるんでしょうかね。はい、怖いですね、うん。はい。なるほど。あとね、結婚前に結婚する男の人と会っていた。会っていた。まあ、そういうのも聞きますね。聞きますか？時々。へぇ。うん、なるほど、ということでですね、はい、はい、ブルーゲッコさんどうもありがとうございました。はい、はい、おはがきはこんなところですかね。あ、ちゃんと終わりました。終わりましたよ、はい、よく終わらせましたよ。終わらせました、はい、ちょうど30分ぐらいですよ。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。で、各種おはがき募集しております。山口敏太郎のアトラスラジオが人気番組になる作戦、アクセス数を増やす作戦、はい、再生時間を増やす作戦、はい、チャンネル登録を増やす作戦なども募集しております、はい、笑って実践できる、何か口コミ戦略があれば教えてください、はい、それから昭和コーナーも募集中、はい、そして、不思議体験、宇宙人体験、はい、心霊体験などを募集しております、はい、メールアドレス tokushima5566@yahoo.co.jp、徳島5566アットマークヤフー COJP までおメールをお待ちしております。で、ハガキがいいわというの方はぜひハガキで封書で送っていただいても構いません。千葉県船橋市新高根、新しい高根っ子ですね、 6-27-2 山口敏太郎タートルカンパニーまでお願いします、ね、ハガキの方が気持ちが伝わりやすいとかそうおっしゃる方は結構多ございますので、そちらの方もお待ちしております。さあ、さあ、ここらで、え、あ、昭和ネタはどうしたんですか。昭和ネタ休み時間でやる。え、休み時間、今から休み時間、休み時間ですか。休み時間、わかりました。じゃあ、はい、あのホームルーム始めます。え、これもう2次元目終わりましたから。終わりましたか。3次元目ホームルームになってます。じゃあやらせていただいていいですか。はい、今回の議題は何ですか。はい、ですね、まず昭和ネタの前にですね、はい、アトラスラジオを普及させようという案の中にですね、その案ですね、はい、ビンちゃんのお友達というあのペットの写真紹介で、まず第1弾をね、私のペットを紹介させていただきますね、はい、どんなペットですか。それでちょっと画像持ってくるのを忘れたんで、後で補佐官にやってもらいますね。あ、タイトルがね、忍び寄るすねこすり軍団。え、それ何ですか。ちょっとじゃあ、あのギャグですか。お楽しみに。ギャグじゃない。もしかしてギャグですか。ペットの写真です。あ、ペットの写真、はい、ということで皆さん、あの、なんか送って、軍団って言われるように2匹ですよね。いやいや、昔の写真、昔の写真、昔の写真、はい、ということで次、昭和ネタはですね、はい、はい、こちらですね、なんと、コロッケを送ってくださった方、うん、あ、コロッケね、名前がね、ちょっと大量に、そうそうそう、 NM さんかな、M、はい、ということでですね、ツイキャスでね、お茶箱とかもしていただいて、もういろいろ送っていただいて、ね、美味しかったですよ、コロッケ、うん、そうね、ということで、昭和ネタがですね、はい、昭和ネタ、はい、確か私の 5,6 歳の頃、テレビを見ていると、うん、おじさんかおばさんかわからない人が子供に向かって何か言って、最後に商品名、うまか棒というフレーズ、うまか棒、そうそうそう、うまか棒ですね、うん、何より子供の頃 CM に出演しているおっちゃんのような、おばちゃんのような人が、バッテン荒川さんが怖くて怖くて、この CM が始まるなりすぐにどこかに逃げてました。逃げてましたか。バッテン荒川さん怖いですか。怖かったですね。はい、後悔したですよ、はい、九州の祖母のところに行った時に、バッテン荒川さんが九州で俳優をされていることを小学生 5,6 年生の頃に知るのですが、よく考えると吉本新喜劇な、あ、吉本新喜劇、新喜劇、あ、ダメだ、言えない、新喜劇など、うん、子供な頃から見ているのに、男性がおばあちゃん役をするというのに慣れているはずなのに、うん、熊本弁のバッテン荒川さんだけ怖かった記憶があります。まあ、あれみんなと怖いですけどね。怖かったですかね。ちょっと、そうですか、ちょっと考えようによっては怖い。怖いですか。うまか棒ですね、うん、これ銚子電鉄だと、なんだっけ、まずい棒、まずい棒なんかね、うん、出してますね、パロディでね、まずい棒出してますね、はい、で、うん、実際食べるとそれも美味しいですけどね、うん、はい、ということですね、そうですか、はい、
など懐かしいこと。馬かぼうはアイスなんですよ。馬かぼうってアイスでしたっけ。馬かぼうは、はい、あのうまい棒と馬かぼうがあるんです。そういうのがあったんですね。ね、銚子電鉄の松井棒はうまい棒のとのパロディーです。はい、で馬かぼうはアイスで、アイスでしたか、黒いアイスなんですね。はい、ああ、の周りに棒状で、はいはい、チョコレートをコーティングして、はい、ピーナッツが周りについて、まぶしい、はい、あ、美味しそうですね、うん、で多分、うん、あの見た CM っていうのが、はい、男の子が、はい、女の子と一緒にいて、はい、あの女の子にやらんねんみたいに言ったら、はい、いや大丈夫だからってパクパクパクって食べたら当たって、はいはい、ほら当たったから女の子にもあげられるでしょって言って、はい、その後にうまい棒って CM が流れて、うまか棒、うまか棒ってなんか流れる CM なんですよ、はい、そうなんですか。なんか全然ごっちゃになってしまいましたけど。いやだってか、神さんが、うん、バッテン荒川がおっさんの声で歌を歌ってたのが、トラウマだとか言ってました。あ、そうなんだ。結構、じゃあ、怖かったり、トラウマになってる方がいらっしゃるんですね。ラジオで、バッテン荒川なんとか賞って、はい、なんかどっかに行って、毎日、毎週土曜日とかやってて、はい、で、なんか、ばあちゃんはね、とかいきなり、はい、なんとかかんとかって言い出して、曲見て、普通に歌い出すんですよ、おっさんの声で。はい、めっちゃ怖くて。そうだ、これも九州限定のコマーシャルじゃ、いや四国でもやってましたよ、馬かぼうの CM は。馬かぼう、へえ、うん、ひょっとしたら関西までやってたかもしれないですね。そうなのかもしれないです ね、うん、あんまりバッテ荒川が怖いという記憶はちょっと私はないです、ね。まあ、あの子供心見たら、うん、おばあちゃんの格好してるのに、うんうん、おっさんの声だっていうのが怖い怖い。なるほどね、そういうことでしょうね、はい、そういうことであるんですね。はいはい、ということでですね、 NM さんどうもありがとうございました。今日のタグはバッテン荒川ですね。バッテン荒川、馬かぼう、馬かぼう、はい、ということで、はい、オカルトはエンタメだ、エンタメはオカルトだ、山口敏太郎でした。それではメールをお待ちしております。 tokushima5566@yahoo.co.jp までお願いします。じゃあ次回も不思議の世界であなたをお待ちしております。それではさよなら。さよなら。バイバイ。